10日半、絶頂、DV 彼氏やんか。何かすごい試合。ヤクルト打線を完璧に封じ込め、打線が大爆発したドラゴンズさん。この試合を見ていたファンは、今までの鬱憤から解放され、最高の気分に浸っている。その一方で現地民もお祭り騒ぎであり、大声で二次会をして、勝利の余韻に浸る。ヤクルトには3立てできそうなの草。中日の未来を担う選手たちが躍動してるのかみ。加藤と石橋は併用してくださいね。ヤクルトクリニックで打線が治ったね。テレビの前のファンも、現地民も困惑してるの面白い。普段見てる中日じゃないんだよ。僕たちが知っている球団じゃありません。今日は中日試合してないんじゃないの？出場しているチームは、中日以外の何かです。中地が抹消された途端にこれは草。木下と加藤の打力が入れ替わってる。逆にこういう日は空気を読んで、細川が打たん。この試合が続けばな。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。